はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバーアプリ2018やっていきたいと思います。ということでね、こちら、クライフアカウントになるんですけれども、とうとうね、ブロンズ、100個貯めました。いやー、やった。まあでも結構別にそんなに頑張ってはないよね。ね、火曜日からやって、うん、昨日、要は土曜日で終わったかな。まあ大体だから5日 ?5 日で、大体ね、火、水、木、金、土、そう、あのね、マックスでいくと、自然回復だけでマックスで多分22個貯めることができる。いける。で、まあ普通にやっていくと15個ぐらいかな。ちょっと、うん、まあこれ普通に、うん、もう一個の方のアカウントとかでもやってるんですけど、はい、まあそこでもまあ大体90個以上、はい、まあ90個ぐらいになってるんで、はい、まあそこで考えてもまあそんぐらい、うん、90か100ぐらいはまあ大体まあ5日か6日、うん、まだ時間、うん、で貯まるんで、まあ大体これも何周ができると、はい、でこれね別に頑張ったわけじゃなくて。ほとんどね、ワールドカップの試合見ながらやってたりとか、ながらですね、なんか、これを集中してやってたみたいな、はい、辛いみたいなことは一切なく、なかったですね、まあ、溜まったんで、はい、まあ、来週以降も、まあ、こういうふうに溜めてって、ね、ガンガン、その、ブロンズ活躍、はい、ガチャで、無課金の方はいい選手、ゲットしていきたいなと思うんですが、はい、まあ、ちょっとね、一回この100回回してみて、そうだね、まあ、黒玉が来るのかと、はい、まあ、確実に黒が来るってわけじゃないんですけど、うん、だいたい100連すると、まあ、おもちゃ TV の例えばなんかその動画で100連とか出してますけど、だいたいレジェンドとかもさ、うん、ほとんど、プロの確率が 2.8 か 3.1 とかで、100連するとだいたい1個は来るんで、うん、100連っていうとお金にすると2万5000円分。そうだね。なんで、PSO とかでも2万5000円入れて黒が0だったことって1回もないし、うん、まあそう考えると、まあ、だいたいは来る。まあね、うん。っていう感じは、おい、いきなりずれ？おい、ちょっと待って、もう早いよ。おい、待って待って、お前、ケビン、ケビン、ケビン・デブライネ。それもう、企画ぶっ壊しだな。その、50回目とかで出してくれよ。それよくわからんじゃん。こういうこともある。まあそうですね、こういうことも、だからあるということ。もうデブライネ来てるからね。やべえ。まあなんか中にはコメントとか見ると何回やっても来ないみたいな、はい、70回やっても来ないとかあるんですけど、まあ1個前の動画で説明させてもらった金の選手とか銀の選手も相当あたりの選手いるんで、うん、はい、その選手をね目指していくっていうのも全然ありですね。全然聞きましょう。ちなみに銅の選手はまあそんなにもう見ることできないんで、ちょっとでもね、たまにすごい動きしてもらった銅の選手いるんだよ、ね、まあ、ここら辺はね、めちゃめちゃさらってきます。早送りというか、うん、飛ばす可能性もある。う, うん。さ あ, あ。はい。はい、レオマトス。まあ、これ100回だからね、まだお前全然あんぞ。うん、長えよ。いけいけ。2回目、デブちゃん。そうだね、2回目来たな、お前。ちょっと企画を。おい、バーディー、バーディー。バーディー、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 バーディー。はい。ジョレンテ。でかいですね。ジョレンテですね。だから無課金の場合分かんないよ。欲するから、あ、結構強いな。しかもスペインでしょ？うん。これもう、あ、ワンパン持ってんじゃん。いや、これ入れとくべきだね。あ、入れとくべきですね、うん。スペインのやつ来てますから。うん。もう黒来たからな。これだから、あれに使えてくるからね、イベントにも、うん。そうですね。どことかでもあんまりしない方がいい。オランダのさ、うん、ああいうイベント ?11 人集めてさ、そうですね。使えてくるからね。11人のスカウトで、星5のスカウトが落ちるんで、あれもいいよね、うん、相当。さあ、はい、銀も来ました、レナート。はい。レナートではない。フェルナンド・マルケス。早い。アルゼンチンはちょっと、まあ、そうだね。オランダ、残そうかな。オランダ持ってないもんな、全然持ってないんだよ、ね。まあ、ただ、そのアカウントだとほとんど何も持ってないっていう感じなんじゃないの。これ、まあ、10連引いてないよ。ちょっと、お前、早いよ。お兄さん。ちょっと、早い。これは、潰しすぎる企画を。誰はい、俺お前ほうかで持ってないやつ来たじゃん、うん、やばほうかで持ってないやつ来た。黒もらったですね、まあ、金だったんですけど、いやすごいよ。ちょっと来すぎて引き打ち。まあでもこれはあくまでめっちゃ来る場合もあるし、うん、もう一個貯めてるやつも今度やりますけど、うん、そっちが来ないっていうか、そういう可能性もあるんで、あくまでね、まあ、そういったあるよという。ただこれ一回倒せば一回貯まるからね。そう、やべえ。まあ、大体ね、結構まあ当たるっちゃ当たるんですけど、こんなに早く当たるとは思わなかったね。で、100連でだって、そのガチャで言ったら金額で言えば 2万5000円だからね。そう、これでやっと10連だよ。そう。結構ね、だからこれ本当にやばいガチャだよね。
だって PSO なんてもっと確率低いじゃん。 0.なんぼっていうか 1.8 とかの場合もあるんですけど、 PSO で回すときってそれでも1万から2万や出せば大体黒くるんで、カムバックバン。ああ、まあちょっと恐ろしいよ。これで黒3体来たらこれもう残り全部黒じゃないんじゃないの。もう2体出ちゃってるもん。まあそういうこともある。そうだね、そんなこともある。最初に出すぎました。おい、あ、待って、これフィーバーバディバディ。あ、クマだ。クレザーはどうしようかな。持ってる一応フランスで。あ、なるほどね。銅のあれは残さなくていいか、さすがに。そうですね、結構まあまあうん、結構、ちょっと歌舞伎みたいな言い方してんの。パワフランですね。パワフランめっちゃいいよ。うん、もうちょっと能力値、あのね、最初見てたんだけどやめよう、もう多すぎるからね。え、金とか見てさ、銅とかあれなんじゃない。あ、でもどうなのかな、わかんない。ボリはどう。めちゃめちゃ長くない。でも多分やばいよね、多分今気づいたんだけど、うん、結構膝ったりまだ15連怖いよ。あ、いいんです。いや結構多いなぁ。国籍だけ見た方がいいんじゃないかな。ポルトガル国籍だけちょっと見るわ、はい、普通に、まあ、トレーナーとかちょっと開けてみたいな感じですね、うん、おい、どうどうなんですかね。どうはいいや。どうはもういらない、うん、どうはもういいや。でもなんかその国籍だけ見た方がよくない。どう国籍だけ見る、うん、でも銀とかであれなんじゃないかな。埋まるか。埋まるそうだよね。はい、銀11人さすがに集めるの厳しいからさ、うん、結構来るな、やっぱ銀とか。オランダ来た。オランダいいね、オランダいいよ。オランダぜひ欲しいですね、うん、まあでもクライフが一人いるからね。そう、はい、ここまで考えれば。おい、さあ銀、おう、ネット。まあ金と銀のあたり、この感じで金と銀が来たらさ、うん、1個ぐらい当たるんじゃないの。金と銀で、そう、この前説明したいい選手たち、アスピリケーター欲しいね、うん、まあ、黒っていうのももちろんあるけど、そういった選手も欲しいからな、うん、センターバックとか特にやっぱ欲しいんじゃない。欲しい。だから俺アスピリクエタ、バラ、ナチョ、うん、欲しいよね。そっちだよな、どっちかっていうとな、まあ、もちろんクオでボアテングとかも言いますけど、いや、やばいな。うん、でももう出ちゃってるから。そうですね。さあこれ今20連です。いや、すごい長いな。長いよ。あ、まあ長い、まあ長いわ。覚悟しよう。うん、まあ銀銅でもね、結構いい選手がいたりとかあるんですけど、ただね、銅の選手をじゃあ使うかとなると、まあオンチャレとかでもなかなか星2以下かな、うん、見るのは。アルゼンチンか。星2でもね、銅はね使うっていうよりかは黒の選手で育てないで使ってくる人の方が多いんで、うん、そうだね、うん、あ、はい、この辺ちょっと銅が多いね。銅が多いですよ。銅マスになってるね。最初が来すぎてたから、おかしいよ、そんな。最初で終わりじゃん、これ。この検証。検証でもないけど、これ。普通にさ、100連回してみたっていうね、実験みたいなもんですけど。普通に、あの、めちゃめちゃ当たりの、しかも黒だからね。うん。別に全然。ね。チーム強化されたよな、お前。真ん中の方欲しかったんだからさ。チーム強化されてる。なんか来そうやな。モラタのスパサブ枠ね、欲しかったし。いや、いいガチャや。いいガチャだよ、うん、これ無料ですからね。別にワールドカップ見ながら貯めるだけだからね、うん、まあ、100連まで貯めるのもそんな苦じゃなかったな、別に、うん、1週間ぐらいで本当に10個から15個貯めてても1週間ちょっとぐらいで貯まるんで、うん、1ヶ月間これあるんで、うん、3週から4週ぐらいいける、いける、うん、だからこれ、この100連が3回か4回ぐらいできちゃうみたいな、頑張んなくても、うんうん、だからこれかなり、まあこれやっぱどうですね。最初がやっぱすごい来てたな。そうだね。ここちょっとあれだな。だからなんかコメントでさ、なんか10回回して、黒2つ来ましたみたいな人いましたけど、はい、まあ、そういう、ああ、ちょっときすぎ、ちょっとお前。いや、しかもこれ黒じゃん。高いよ、これまた。ルルルルボーテンとか可能性もあるか。フィリペ。ウィニングレブンの顔です。うん。いやー、ちょっと、怖いな。コーチーニョも、まあその、来作のこと考えると、絶対欲しいというか、いや、終わったりでしょ。もしね、来作 の、 そのアップデートみたいな感じになったときに、コーチーニョ絶対強くなってるからな、ね、こんな。顔だからさ、ウィニングイレブンの。もう3体来ましたよ、確率というか、まあ。30連で、うん、でもちょっと、これ30連。うん。70なんで30連で3体来ちゃう。10連で1体来てる。イエス。お前、黒の率を 10% か。やばいな、雷来てもいいんだよ。あー、聞いた、バディバディか、バランどう。あ、はい、シュールレか。シュールレいいよね。どうですか。あー、強い、できる範囲がいいね。
いやちょっとだいぶ戦力がアップしてるね。無課金でこれですからね。これめちゃめちゃ強くなっちゃうわ。強くなるね。これがあと4周あるんで。そう、やば。まあもちろん当たらない時もあるだろうけどね。まあでもこれ当たったんだから、キーパーもいいキーパー来たよ。うん、さあ、しかもこれオンチャレがしかもしやすくなるというね。そうだね。そうだって国籍選手いるから。そうそうそう。レナかスミスか、まあ、そんなに全員は入れることできないけど、うん、ただ入れられる選手は入れておこう。なんか100回貯めるの結構別になんか、その苦じゃなくて引くのが大変だな、結構。そう、引くのが大変。普通に1日貯めたら15回分引いちゃった方がいいのかな。そうだね。また、結構金率高くない？高いよ。それなりにね。いやー、すごい。黒3体すごい。うん。本当に。あとは雷。あー、雷。お前、黒3体で雷は来ないて。いや、来る。俺は信じてる。おかしいて。さあ、あと15回で半分です。ああ、なるほど。あ、金、また金、えい、どうあたり、イアゴアスパス、イアゴアスパス来ました。これは強いよね。相当使いやすくて、俺無課金で結構愛用してる。すごいね。相当これ60になるからね。しかもこの銅玉ガチャってすごい、トップエージェントよりもやっぱ確実にいいよね。ああ、また金、おい、もうこっちやっちゃう。マイケル・キーン、センターバックですよ。191。一応残しとく。うん。いや、もうちょっとこうで。あ、俺が、うん、俺、別に何の興味もない。お前のアカウント。あ、そうか。まあいいけど。2日切ったからな。うん。もう、これをね、やるのね。あ、なるほど。ちょっと待ってね。一回50までいくわ。とりあえず。あ、びっくりした。なんかまた、あれなのか。なんかもう俺もね、もう来るんじゃねえか。銅玉が、銅玉が来すぎて、あれみたいな。プープーになるんじゃねえかと思った。やばいよ、やばいよ。ほんまに。これで60回。これ40連です。まだあと 10回あるじゃん。はい。さあ、頑張って引いてけ。贅沢よ。頑張って引くぐらいからがやっぱその黒玉が来るのかもしれないね。バキとシャオリーのジジみたいな感じで。あ、箸に重み感じてから。はい、ムスタビいいよね。危ない。あ、危ない。放出すなよ。ドイツですよね。放出すな。うん、全然別にこれ無課金だったらこれ入ってくるでしょう、うん、すごいね。マジか、金何回来てんのこれ。あー、ちょっと待って、この速さ何よ。いや、ちょっと怖かった、今速くて、もうちょっとこれ銅玉勝ちじゃないみたいなね。ボックスドローかと勘違いしてしまうよ。受け入れて、うん、俺の時ちょっとあんまあれだったらやだな。おい、あー、オッケー、エブルちゃん、これな、はいはいはい、国籍はドイツ、ドイツもありますからね。ドイツ5人以上集めて3はさすがにさ、11人は厳しいけどさ。え、でも11人も可能でしょこれ。だってこれ何個来る、ドイツだったら。枠がね。え、どうなの、パンプキンになるからね。はい、なんかドイツ11人でさ、あれがあるじゃん、トレーナーっていうか、スカウト結構さ、やっぱ欲しいっていうのがあるよね。酒井宏樹入れときます。日本ありますから。そうだね、酒井強いんだよね結構。香川信じてほしいの。香川か。普通に。うん。あ、黒。やっぱ黒は最初の2個が、3つ？まあ、3つ。来てる。いや、これ来すぎだもんな。もうだってここで本当終わらなあかんよ。本当に。確率のただ壁を越えたガチャになってしまうから。確率の壁を越えていく。これでライン来たらもう終わりだな。あとお前何回銅玉貯めても来ないよ。あとの次の100回来なくても OK だね。もうだって2個なんだもん。来いよそれは。いや、わかんねえ。マルセロ。まあでも、ずっとその期間、オジティビでやろうと思ってるんで、まあだから結果多分、500から600連ぐらいして、どんぐらい来るか、みたいな感じでね。ヌーン。さあ、ラストは、これで半分です。なんか、ヌーンゲームみたいな、秋田もやってたな、それ。ヌーンゲーム、ヌーン。あ、50回目？ああ、どうですね。まあ、悔しがる必要はないけどな。うん、まあちょっとこれでボックスすごいことになってると思うんで、はい、一回整理しましょう。はい、はい、ということでボックスも整理したんでいきましょう。いやー、あと50個残ってるんでしょ。うん、すごい引く方が大変だ。やっぱ1日ずつ、普通の人はっていうか、やってた方がいいかも。15回やったらいい。使っちゃった。この引き方が、まあ、あんま関係ないけど、どうなんですかね。50回残り疲れた。さあ、はい、どうですね。どうはいいです。はい、アルゼンチンどうだろう。あ、もう銅はね、全部取れないや。なるほど。
バックね、広げたいんだけどね、GP もね、あの200、まあ、監督が来るからな、監督がな。はい、できん。あ、ハッチソン。なんと。あー、イングランド入れておきましょう。きましょうか。イングランド、これ5人ぐらいも集まったかな。ちょっと。5-5-5ぐらい集めたい。銀と金だけで集められるのは、でけえよな。こ、うん、んだけ金な、ダイヤ。ダイヤはもういいか。イングランドですけど。まあ、銅はね、なかなか、オンチャレでも使わないかな。そう。やっぱここら辺で銀とか金の選手を、いいの集めていきたいですね。黒かーい。さあ、銀。銀多いよ。あ、どうですか？チェルシーだね。あ、イタリアか。イタリアか。イタリアはいいかな。いい、うん、イタリアトレーナーにいいかな。あとでも20人ちょっと入る。うん、まあでもまだ46個あるんでね、うん、どういう感じで。さあ金バーリーババババーリー。はい、 DMF ビリア、ビリア、ルカスビリア、これアルゼンチンですね。あ、はいはいはい、あ結構強いよ。あ、ワンパ持ってる、結構いいよ。はいはいはい。いや、いいね。ちょっとこれ、もう、いいよ。これ、あ、50回でこれ、雷、雷。俺の方来ねえんじゃねえのこれ。ああ、ビャリバリビャリ、あはい。キャベラ。レミキャベラ。これフランス？フランスですね。入れていきましょう。はい、これ結構いろいろとこできると、うん。全然いいですよ。はい、これは、まあ、オンチャレっていうか、あそこで出てるね。国のオンチャレ要因。いや、すごい。さあ、どうや？ああ、まあまあまあ、ハッチソンまた来た。なるほど。ハッチソントレーナーですね。バーディー来い。そうか、かぶりもあるわけだから、初めてかぶったかな。うん、バーディー。まあね、なかなか、はい、銀。マックス・マイエ。これいいよ、ドイツ。はい。これ入れましょう。ああ、強いね。ドイツもこれ5人揃ったかな。いける？はい、2年生以外の時は必要。ドイツオンチャリいけんじゃね。いけるよこれ。これほとんど2までだったら余裕でいけるね。多分。さあドエサー。ああ、ドドドはまあいいでしょ。ドはもうしょうがないこれ、うん、100回引く時の弊害になるからな。さあ41回まだはこれで10連出ろ出ろ。ああ、はい、これもイタリア、イタリアですね。イタリアはまあいいかな。いやー、10連ではまあここでは出なかったと。まあこうさすがにもう最初来すぎでしょ。3人来たらもう来ねえぞこれ。さすがに4人目来たらおかしいて。雷、4人目来たら雷鳴らしてくれ。雷が鳴ったらお前、俺はもう本当に投げるよ。投げるなよ。いい加減にせえよ。俺だって貯めてんだから。俺の反動が来そうじゃねえか。なんか俺の時全くしけてこなくなる感じするから、当分にしてくれちゃんと。はい、銀。ベルナーがバーディー欲しいな。お、これイングランドかな。イングランドですね。はい、はい、イングランド相当溜まってるような気がする。イングランド、はい。さあめっちゃ銅投げ、銅の海。さあだんだん失速してきました感はあるけどね。どうなんですかね。これもロナウド、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 お前映画にせえよお前。ロナウド当てんの俺。さあ、はい、いやー、だん、あの前半のフィーバー感が、そうだね、まあ、だんだんか、ね、あの、まあ、こんなもんですよという感じにはなってきましたけど、どうでしょうか。はい、どうだけにね。さあ引くの疲れんな。引くの疲れんのよ、すっごい。でも金はどうなんだろう。あ、銀多いね。はい、はい、あ、これはポルトガル、ポルトガルは入れときましょう。ロナウド来るから。ロナウド。待ってるから。ロナウド来ると信じてる男。待ってるぞ。ロナウドででもあれだもんね。あそこでも。ちょっどこウィリアン、おぉ。ちょっと待ってお前。俺んとき嫌だな。俺引きたくねえ。うわぁ、マジか。強っ。ウィリアンで超強いな。強いね。まあ。強くな、お前。やば。いやー、強いな。で今、誰だ4人目、4人目。4人目しかもブラジルだし。デブライネ、ウィリアン、モラタ。お前、あ、誰だ、来すぎだろ。やばい。
サミール。これはそれ金とか銀は遠慮するわ。あ、プラチナ入れとこ。うん、あーすごいわ。すごいなこれ。4個くる。30で残り。30でお前、うん、なんで？なんか行ける気がする。銀多いなおい。アフリカ来ねえかな。イタリか。イタリも多いですね。イタリはいいの？あ入れちゃった。あと1回ですね。いや俺も黒出しちゃったよ20連で、うん、どうなってんの。よし引けた時のターン。あ金バーディーバーディー当たりー。はい GK。 あー結構惜しいじゃん。スペインスペインですね。入れてきましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ行きましょう。高速引き。さあどうだ。あと30回。投げ投げよ。さあいや大変ですね引くのが。いや贅沢だね。贅沢な悩み。うん嬉しいけど、いやちょっと黒きすぎて引くわ。うん4体来てるからね。4体は引くわ普通に。いやまあでも金とか銀とかでね、ちょっとせっかく前回当たりっていうか、う待ってカムバック、はい、あの当たり選手って言ったからさ、はいはいはい、そういう選手ちょっと出てきてほしいなっていうのはあるんだけど。イアゴアスパスが出てきたから。まあイアゴアスパス出てきたけど黒きすぎてたな。さあどうだ。はいどう。あれ欲しいんだよねマジで。10連引き。そう10連引きは10回終わるからね。まあここでなあと1個なんて来てしまったら本当にただの上振りでガンス来ましたね。はい、まあレナトさんって地味に欲しいかな銀とかのね。さあどうです。ドーの時はね絶対銅玉が多いと思うんですが、さあ玉の黒角。はい黒角の時はまあ引くわ。3回来たよね。うん普通にめっちゃ来るわ。ロナウド。さあどうだ銀。ロナウド来い。メッシがいるぞ。もうお前それあかんよ無課金で。まあでも今大チャンスだよね本当。大チャンス大チャンス。貯めてくって、こう貯めるのがめっちゃ簡単。あバーディー。コスタこれスペイン溜まったな多分。5人11人はどう。11人は結構その星5のやつでさ落ちるからさ欲しいやつ。そうそうそう。イタリアでしょ。イタリアがいいや。さあ金もやっぱ来てるからね結構。だから大体なんかその感覚がね。はいどう。雷鳴らねえかな。まあないわ。もうしつこいだろ。もう何個来てんだよ。やめてくださいって。上夏疲れるよお前。はい、雷。さあどうやさ18回残り。まあ残り18回か。黒黒黒、はい、あと1回黒、あと1回黒見せてくれ。あと1回黒来たらもう本当におかしいよ。さあくそ、はい、銀リーチ。やばいやばいやばいやばくはないけどね普通だよ。もう終わったもん俺は。最初の2回引いた時にあこの100連もう終わってもてると思ったもん。早っ。ここで出すのが男でしょ。出したっておかしいな。確率が変じゃん。さあああまあでも銅が重なってますねやっぱここら辺。そうだね。銅がやっぱ来る時もあるよね。すごいデブライナーでも嬉しいなね。普通に超当たりだよな。どこで使おうかな。いや聞けばいいじゃん。どこで使う、うん、どこでやりたいか言ってくるよ。でもあのボランチャーやだぜって言われました。俺は使わしとけばいいよ。監督によっちゃそこしかできないんだからさ。ヌーンまた来た。ヌーンヌーンっていうのね。おもろいよねあれ。うんさあ残り12回。さあここで出すのか。はい、まあ金と銀の当たりがやっぱ黒きすぎてるからかな。そうだね。そんなにこれだみたいな。これこれいいみたいな。イヤゴアスパス良かったけど。イヤゴアスパスぐらいか。はい。イヤゴアスパスマジで良かったけどね。うん、やばいっしょ。さあ、銀とかもまあ、それぞれやっぱ銀、金は来るからな。ロナウド。イェーイ、ロナウドあかんよ、お前。求めるなよ。世界最高の選手を。ロナウド。お前。さあ、銀。いや、来てるから。
もう4回100回で頭越しだったかお前。おい、さあ来い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 。どうですね、黒が2個並んでたな。来る。さあ、まあ、こんな感じでね、やっぱね、でも50回超えてからも1回来たからな。1回がね、だいたい、いや、あと5連かな。うん、6連だ。さあ6回来い。ああちょっと待って、カムバック、カムバック、カムバック、はい、ああ終わったか。終わったくさい。この感じ終わった。もう俺はもう4つ目引いた時点からもうこうやって引くわと思ってたけど、ね、無理だわ。俺はちょっとやりすぎ。うん、100回引くと疲れるよね。やっぱ10連引きがあれば100回結構引けるんだけど、なかなか100回って疲れるよな。単発でね、100回っていうのはね、疲労がありますね。さあ3、あと3。さあここで3、あ、あ、最後、最後の銀、バババババ、バリーフェルトマン、はい、来ねえな。なかなかやっぱね、そこで金の選手まで来たら超欲張りだわ、うん、もう黒で結構いい選手来てるしな。くそー、くそーってお前、頼む。どんだけ高み目指してんのお前。くそー、どんだけ高み目指してんのロナウド。上振れをその先を行くんじゃないよ。さあラスト、一回触って、一回触って水入れ、一回触ってね。あ、シャンビキー、シャンビキー、あー黒、あー通行銀、レナと来ねえかな。はい、いやー、ということで学連が終わりました。終わりんちょ。というでね、来たのはデブライネ、はい、モラタ、モラタ、コーチーニョ、コーチーニョ、ウィリアン、ウィリアン、4体でしたね。ブラジルに戦うな。ウィリアン、コーチーニョ、これネイマールもいるんだよね。ああそうですね、見るとあの黒にネイマールとかもグリーゾンの何でも言うからね。いやいいな、ラインを鳴らすっていうのが一個目標であるんだけどね。だからまあこれ1週目でしたけど、結局1週間1ヶ月ちょっとやってんのかな。これ別に1週間で貯めてないんだよね。まあ、まあ、5日か6日、火曜日から貯めて、どれ、5日ぐらいで余裕で貯められる人は貯められるし、まあ結構時間かかったとしても7日ぐらいで貯められたりとかするんで、まあ、1、2週するぐらいでも全然いいし、やってみる価値はあるのかなっていう感じなんで、まあ今回ちょっと引きましたけど、はい、またねちょっとおもちゃ TV の方で貯めてやります、やるんで、はい、なんとかね、まあこれ引く中で来引き、ロナウド無課金で起こしてみて、ロナウドネイマル、うん、行きたいね、行きたいね、はい、ということでまた次回の章、さらばー。